はい、おはようございます。豆センキュー、豆センキュー。はい、おはようございます。500の半分だからね、今までの。さらに小学のやつだった。話聞いてる？もう豆まきに一生懸命ね。私の話聞いてないっしょ、ほんまに。どっちが重いね、どっちがキャスなんだよ。話聞いてる？みんな、もう嫌になっちゃう。もう豆だらけで嫌になっちゃう。ひどんなちゃんは結構高熱が出て世界が回っちゃったらしいよ。もうあまりにも高熱で、もう天井とか回っちゃって、あと床とか回っちゃって、トイレも行けなくて。ひどんなちゃん家ってさ、うちみたいに1階2階がある一軒家みたいな感じなんだけど、まあ多分ベッドルームが2階にあるんだよ。それで、ね、おトイレも行けなくてペットボトルにおしっこしたみたいなこと言ってたね。いや私と一緒やんみたいなさ。昨日のハンバーガー3つ食べた？食べてね、捨てた。うん、私ああいう企画用のやつはもう捨てちゃう。食べない。終わったらもう捨てる。で、材料も買ってきたんで、ちょっともうやべえ、もうやっべえ。もう8時じゃん。もうスタートしないと。やっべ、マジやっべえ。ちょっとメイクもね、ちょっと待ってね。これもうマジ同時進行になる可能性あるよ、今日。どうしよう。どうしよう。うるせえな、ババアが騒いでるよ。お前らに豆をぶつけたいぐらいね、ほんとに今。ほんとに。その鼻の中に豆入れてやろっかな。ガチャ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 さーん。恵方巻きババアみたいなのいっぱいワンサが今日出ちゃってん。ほんとに朝からうるせえな。でもさ、おばちゃんとかがさ、こう無言でさ、恵方巻き食べてるのってかわいいよね、多分ね。メイクして、さらに豆巻き大会やんなきゃいけないのがもうパニックよ。パニック、パニック、パニック、みんなが慌ててんどぅ。俺もすごいぞ、天才的だぞ。はぁはぁはぁ、みたいな。2個、3個、もう4個入れちゃう、これ。4個入れるぞ、これ4個。目玉焼きじゃない、卵焼きの。ちょっとこれ入っちゃった、これ、もう。ピラピラ。でもさ、私の方がペロペロだよね。どちらかというと。ペロリスト。だって年間何人ペロペロしてんだろうって感じで。去年なんてだってね、20人ぐらいペロペロしたんじゃない？こちら、ズワイガニ、マダイ、エビ、ブロッコリースプラウト、本マグロのたたき、お寿司屋さんの卵焼き、で、スモークサーモン。こちらでございますね。8種類。ちょっと待ってよ。うわっ！ちょっとかけすぎちゃったから、これ。もう一発入魂なんでね。ちょっと薄いかな。どうすか。で、こっちも。いや、うまくね、私。
まいよね。男メイクの方がうめんじゃねえのみたいな。ちょっとびっくり。男のメイクの方がうめんじゃねえの、こういうさ、劇画タッチみたいな。で、ここに、こう入れ込んでいく感じでしょ？ですか。クオリティ低いって言われてもね、じゃあ他の鬼メイク持ってこいよっつうんだよ。めちゃくちゃクオリティ高くない私。新しいキャラクターができちゃってる感じよ。世の中に生み出しちゃったっつうさ。怖い。で、怖くていいんだよ、鬼だから。当たり前じゃないかい。私が一生懸命ね、無言で恵方巻きを食べるんで、それを豆で鬼を退治してください。で、私が食べきれば、勝ち。あなたたちが阻止できれば負け。オッケー。じゃあ行きますよ、今年も。2023年鬼 VS リスナー。今年のテーマ、今年のルールはこちら、恵方巻きを鬼が食べるとこ、阻止してください。私が勝つか、リスナーが勝つか。鬼 VS リスナー恵方巻きバトル。スタートです。勝ちました。今年は鬼の勝ちです。あ、美味しい。結構美味しいね。いや、単なるね、豆まきたいからと思ったんだよ。舐めんじゃねえぞ。なあ、いつも私は一方的に豆投げられてんで、みんなに言ってんだよね。で、今年は仕返し、鬼の逆襲って感じでね、私が痛めつけるっていうルールに変えたんですよ、今年は。私いくつに見えますか？え、いくつぐらいに見えますか？いや、若いんじゃない？あ、そうですか。マスクしてるしね、今カツラかぶってるしね。口元とかするの分かんないからさ。うん、顔を見れば分かるかな。いやー、顔だけじゃ分かんないな。声がちょっと太いし、女性の声だけど。女性ですよね、当然。あ、男性でしたか。あ、男性なの？よく言われ、間違えられるんですよ。いや、声がさ、なんか太い声だから。あ、見た目は女性に見えるってことですか？そうそう。あー、そうですか。うん、よくね、声は太いなと思って。よくわかんない食べろ。じゃあ開催します。2023鬼 VS リスナー節分の日スペシャルスタートです。始まるよ。下がってこいよ。ほら、行きます。はい、面白い配信で仕事に集中できないぞ。ありがとうございます。まじ、何、仕事に集中できないって言ってた。もう思うつぼ、思うこと、来い、ほら。おい。あなたの大好き。聞いちゃった。あ、男性の方です、次ね。はい。はい、来い。うん？なんだ？聞こえないよ。もう聞こえないから、リトライ。ちゃんとお腹が声出せ。ほら、ただの悪口じゃん。なんだこの野郎って言った。野郎っつった今。来いよこの野郎、本当に。何よこの野郎だよ、まあ。あそこ一緒なの。とかする4人しかいないんだけど、ステッカーいる？ステッカー。ステッカー欲しい人。あ、やら置いてきちゃったの。カバン違うんだ。何やってんの。どうしよっかな。毎回アホなことやってる。おれ、
なっちゃん遅刻だろ10時からつってんだろ。あらいですね。ほら来いよ、ほら来いよ、ほら来いよ、ほら仕事休んできたぞ、おい怖い仕事休んだの、仕事しろよ、おい、まあまあ、おい、怖い、おい仕事やめてきたよやめてきたってどう、やめました、なんか本気で投げそう、この人じゃあリスナーさん何十万人代表して、何十万人もいないけどリスナーさん、なんか水増ししてたんだよね。何水増し何水増しをしなきゃいけないの、私は水増しなんかしてないし、はい、あれバグだし、やばいよ、何よ、何言ってるか、まっすぐから投げてくんない、あったかちょっと映るように投げてもらえばいいね、用意じゃこっちくりゃいいやん、こうこんなコソコソしてないね。で映ってねえし。あ映った。変な男ばっかりで最後までやめねえよっていうのと、ちゃんともっと大きな声で言って。あとダイエットしろ全部って。やめきろよ。大変だねこれ。はいどうぞ、はい何ですか、はいどうぞ。何言ってるかわかんねえんだ。おい、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 ちげじゃないよ、ちげじゃないよ、こんな長くないでしょ、だってあの髪の毛麦ママあれだね、一応ゴールドが入ってるんだね、そう、あのマスクこういうの入浴やつって何、これはね、あの鬼と縁起のいいのを一緒にした、縁起がどこに入ってるの、縁起金の、あ、金色が縁起で、うん、海じゃないの、海で夕焼けみたいな、夕焼けじゃないけどいや絶対にこうごっついのが来ると思ったな、そうなの、ごっついなと思った、いやごつくないでしょ、だって前の年もは違ったの、何が、ね、いや今年はね、後ろの百太郎の、ね、後ろの百太郎って知らない、何漫画ね、あるじゃん犬屋舎の一個前みたいな感じ、モデルみたいな、犬屋舎これ、犬屋舎だからね、後ろの百太郎をイメージしたの、歌舞伎から逃げ出した役者みたいな、まあ、それもイメージ、ね、ご奉行さんをね、ご奉行なんでみんな待ってるの、帰っちゃっていいよ、帰っちゃっていいって言い方もあるんだけど、帰っちゃっていいよ、変なことしないのよ、何変なことってんの、でもあんた言い出せよ、もう今回でかいんだな目立つんだ、よくちゃん一人だけ楽しそうだよね、毎回だからなんかずっと楽しそうだよね、楽しい、まあ、ね、人生楽しくいきましたねこれヨギママいるからさ、みんな来ないんじゃないの、証言してるそのなんかヨギママいるとなんか人来ないよね、寒いか平日にさ、みんなさ一生懸命来てくださってる、あそうだよ、平日だからね、ら今日ね、何、警察、もう警察来たわ、来たわよ、みんな撤収してくださいどうしました、あそういうね、なんつうの、人に当てたりとかしてないですちょっとね、私に近づかないまで、今インフルエンザ中で、私了解了解、本当にガチ大丈夫です、なんかあの豆まき大会っていうかね、鬼になって、あれ、うん、藤沢ですよ、あ、藤沢さん、ごめんなさい、この間の人です、そう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 、あもう帰りますんで、いや、大丈夫だと思うんだけど、別に危害を加えてるわけじゃないです。こう、なんつうの、イメージで、はい。鬼のイメージで、こうやって。いや、今だけ写真を。写真を。
記念写真じゃないけど、あの保存用ですね、警察の情報、状況、あ、こんにちは。すごい、今日節分なんで。うわ、いっぱい来ちゃった、ごめんなさいね。5人ライブです。はい、そうです。あ、今配信中なの。あ、今リアルタイムでやってる。警察にもファンがいるのね。ね、ここでちょっと飴を投げてもらうというイベントみたいな。あれ、いました？もう帰っちゃいましたね、あそこにいる。計画立ち怖がって逃げる。一応ね、今交換。あ、もう大丈夫です。大丈夫、撮りました。なんか身分証とか見せてもらいますか。あ、見せてもらえますか。本人しないんだって言ったらやめよう。あ、いいっすよ。ハッピーしてるから大丈夫。あ、ついこの間来たりします。あ、オッケーです。これは大丈夫ですかね、ここにいても問題ないです。あ、大丈夫、振り回さなきゃ。これ持ってるだけで。すいません、ごめんなさい。めんどくさ。いや、この間あれだもん、日曜日に家に来たおまわりさんのあの人。そうそう、で前宮マイクでも同じ人だったんで、あの人だと何回も会ってるのに。まあでも優しいじゃん、東京よりいいじゃん、都内来ないよ。でみんな先だけどね。先やってないっしょ。一泊で化粧かけようとするがいいんだ。専属じゃないけど、前の川崎の時もあの人だったの。皆さんみんな怖がって散ってっちゃったね。でこの間ヒデママの時に通報された時もあの人だったの。ママの。あなたが警察がどうのこうの言ったから来たじゃないですか。また私にそうやってこうやって煽るかな。あ、また私。だってあなたが言った瞬間後で来たじゃないの。年上をいじめるのね。そう。弱い年上を。そういうワード言ったからでしまった。面白がって。私あんたのことをちゃんと守ってそうやって。そんなわかんじゃん、配信者だったのさ。ひどいね。でまたね、あぶなんとかさんとかって言うとそれでまた来るんだから。なんかその子供人みたいな言い訳、そういうヒントを与えなくていいんだよ。ヒントそんな毎日よ、そういうヒント。勝手にあっちが来てんだから。断ればいい。何が嫌だった、私の映画が。あなたがそこの言う立場じゃないんでしょうか。始まった始まった。はいはい、じゃあ、もう死の方の文句言わないっていいんじゃない。今受け入れてないんじゃ誰もいないじゃん、家に。今はね、痛い目に遭ってから自分に強くタイプだもんね。いつも毎年なる。毎回痛い目って何なのよ。痛い目なんてないでしょ、そんなの。何が痛い目なのよ。痛い目に合わせてあげようか、じゃあ今。40歳なんでしょ、僕ら。何を。死者でしょ、あ、ほら。私に被害で高くていいの。またほらもう。なんで切れぶってんの今日は。切れぶってんだよ。シュパの顔面殴ったじゃないの、グーパンで。あれは強制わいせつミスに嫌がってるじゃんって締めつけられた。嬉しそうだったじゃん、おっぱいもまれて。私胸あんのよとか言ってさ。私すごいじゃん、なんかエロ親父でおっぱいあんのさ。酔っ払い近づくあなたも悪いんでしょ。鼻息切ったんだよ。酒癖分かってんだから。てかこの間と同じ服装じゃない？ゆぎまめ家ないの、もしかしたら。あるわよ。怒るよ、本当に。この間うちに来た時と同じ衣装だよね。衣装じゃなくて、衣装服だけど、家じゃ違う格好してるわ。ズボンも一緒だよ。ズボンは怪しくなってきてやってんの。そのズボン、新しいズボン買ってあげよっか。いいんだよ、これが気に入ってんだから。ほっといて、私の。だってなんか茶色いシミみたいについてんの。茶色お姉さんしか油が酸化してんの。油がついてんのに。いいの。買った方がいいんじゃなくて。あれはあれは。お金持ってんだから。お金持ってんよ。あんたの脱税してお金持ってんでしょ。なんだってえ脱税して持ってる。なんだ支払いしましたけど、私全部。でも、脱税したんだよね。あなた税金払ってんのかよ、じゃあ。税金今、払ってるけど。だって、稼ぐことないじゃん。だって仕事してるんでしょ。仕事は普通にしてるよ。でも、払ってるじゃないの。仕事で、だって払わないの。自然的に引かれるでしょ。これさ、こんなもらってじゃあ払ってんじゃん、払ってないみたいな言い方やめてよ。最近そういう安くえ払った何が給料伝票整理のあれやってないの。一応ね、今マスクもつけてないし。マスクはもうなんかぐじゅぐじゅだからつけんのやめて。新しいのは持ってない、持ってない。
ヨギママが買ってきてって言ってんじゃん、二人も。うるせえ、ゴリラ。なんで買ってきてよ。じゃあ私が買ってくる。ヨギちゃんがそこで待ってる。待ってあげよ。うんじゃなくて、どっちなの。いいよ、私こそ待ってるじゃん。なんで私が中に入んの。おかしい。ほら見てよ、大臣。ヨギちゃん買ってきて。寒い寒い。ヨギママいただきますよ。あ、お疲れー。お疲れー。オペラ何これ。これが何ショコラ。フォンダンショコラ。フォンダンショコラか。どうぞ。これ新作。うん、新作。よく開けないの。うわー、でも結構あれだね。いただきます。はい、どうぞ。よかった、砂糖かも。あ、美味しい、ヨギちゃん。こちらでうまいんだけど。美味しそうよ。オペラなんとかショコラ。うん。あ、うまっ。要するになんかこの辺混ぜた方がいいのかな、これ。うん、だから混ぜた方がいい。え、こっちのさ、チョコも、これも新作？なんかあったよ。これもいただいていいの？2個？うん。あ、1個。2個。いや、1ね。どんだけ太りてんだ、おめえ。2個ダメだ、2個。2個おめえ。2個食べちゃダメなの。別にいいけど、食べたって。子供かよ。女性ホルモン注射をしてんだってよ、ね、最近。ちょっとおっぱい出たんじゃないの。あ、おっぱいある。ヨギちゃん。私は触っても大丈夫でしょ、女同士だから。いいわよ。私もでかくなったらちょっと触ってごらん。またさらにこれ。すごいでしょ。なんか脂肪じゃん、これ。俺だって脂肪で言わせてもらえる。なんなのこれ、筋肉？いや。なんなのよ。わけわかんない。これはなんなのじゃん。私これ、超特別栄養素があるじゃん。何超特別栄養素。そうです。私の笑い方真似するのやめてくれるんですよ。あんたが後から来たけど、私は先だよ。いや、ヨギマも全然喋り方違うしね、昔。いや、キルユーとか言ってたじゃん。それはね。ぶち殺すぞ。キルユーとか言ってさ。キルユーだ。でもさ、キルユーでさ、みんな OK が取り上げてくれたから、なんとか。あれも面白かったよ、今思えば。殺すぞって意味だもんね。で昔はこんな派手な髪じゃなかったんだよ。そう、ね、黒髪だよね。黒髪でちょっとマッシュタイプみたいな。どっかでね、自分をね、出したい部分も抑え込んでたね。今は何出せるの。でも今はヨギママなんだ。そうね、ヨギママって感じね。そうキャラクターがね。キャラクターがもう一心同体じゃない。だってこれでマイク持って楽器持っても違和感ないじゃん、うん、豆まきフェスみたいなことができる。もういただきますよ、ヨギちゃん。これも新作ね。うん、あんたね。いや、ヨギちゃん食べないよ。食べないよって私が食べるわけじゃない。うんうんうん、おいしいじゃん、これ。やわらかい。これおいしいわ。中に板チョコみたいのが入ってるね、こういう風に斜めに。パンオショコラって感じで。うん。それでなんかチンするんでしょ、多分ね。甘くはない。甘くないね。ビターだね。ビッター、ビッター。なんかね、一人で孤独に死んじゃうよ、この人。じゃあ私信用してる？え？普通に信用してる？イエーイ。私も新鮮。ねえ、ちょっとさ、何？腕汚くねえって。汚いって何？お茶抜けやん、これ。寒いもん、今。いや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 。なんかだって、なんか。でも、つるつるしてるから。ほんとだ。つるっつる。ほら。全然違う。やだ。あたしほら、年上なのに、ね。私、ガッサガサだけど、ヨギマもつるつる。指輪どうしたの、これ。これはいいの。またーん。教えてよ。何の？ペアリング？まあそんなところに。あら、買ってもらったの？そうだね。あらららら。ら。それ何？どこの？ブランドとかないよ。あれ直接向かって言いたいタイプなの。
39歳なのに田中を可愛い子もかも可愛くないおじさんが可愛い子もっちゃけよ、みたいなじゃあ乙女なの、意外と恋愛に関しては乙女ともっと痩せないいいじゃんね。乙女とね、体重関係ねえんだろ。デブな乙女だっているやん乙女がガリなわけじゃないんでしょ、だってでも自分が痩せたいと思ってるんですよ。まあちょっと思ってる、思ってるけど、お肌減らしたらいいんじゃない、多分。なんか急激に痩せたらみんなが嫌がっちゃうかなみたいな、キャラクター的なものもあるじゃん今ね。綺麗になっちゃったらなんか面白くないとか言われちゃうのかな。一回面目変なと思ってるってあるじゃん。前に言うけども、ね、痩せようって言ったらなんで私痩せなきゃいけないんかも。ヨギママがだって普通に喋ってたらなんか、ね、えってなるじゃん。ふがふが言ってないのにね、それと一緒だよ、なんか物足りないみたいなさ、ね、そういうのを応援してるわけじゃないよね。もう明らかにみんなは私が女になるために応援してるわけじゃない。そのまんまでいって、そのまんまで、まああんたらいいんだいいんだヨギママって面白いよね、やっぱ話してると。そう、やっぱ好きだわヨギママのこと。そのままがいいってやつよ。うん、よかった。皆さん楽しんでいただけましたか自分の企画みたいな締めないの。1年に1度やな。次、私の間ね、誕生日できるかな。今年公開やりたいな。ヨギちゃんと誕生日3月だっけ。そう、12日やから。ママとね、3月 12? うん、ママと相談中。あ、そうだ、うちのお母さんも3月だからね。そう、一緒に誕生日。ケンジ君も3月だもん。じゃあみんなまとめてやるのよ。そう、3月まで多いんだよ。また来年誕生日ね、じゃあヨギママの。じゃあね、ありがとう、帰れや、寒いっつってんだ歯抜けが。これ大迫力で見るとすごいよね、アラが毛穴とかすっごい見えるね、このね男のメイクの方が迫力あるよね。私女のメイクよりね、気づいちゃった、やっぱ貫禄が出ちゃうってこと